lesson thirteen。Less 13, Section C, e、もしもし。もしもし、林さんのお宅でいらっしゃいますか。いえ、違います。あ、どうも失礼しました。森本さんに電話した。うん。いた。いや、留守だった。 すいません、ちょっと伺いますこの番号よくわからないんですが4625です書き直しましょうかいや結構です <noise> お宅は駅が近くていいですねええー、あの辺は本当に便利なところだと思いますよ あの男の男子は野口君そうですよじゃああの隣は親御さんだねあそうかもしれませんけどちょっと遠くて分かりにくいですねこの辞書どうですかなかなかいいですよ小さな辞書ですけど見やすいのでいつも使ってますよどこでお買いになりましたか 大抵の大きな本屋さんにはありますよ。あの、駅の前にもあるかもしれませんよ。もしもし。もしもし。変だな。この電話変ですよ。何も聞こえませんよ。そうですか一度切って、もう一度かけ直してください。どうですかダメです。全然何も聞こえません。 高野さんの電話番号、これでしょええ、そうですが通じないんですよ通じないええおかしいですねただいまおかえりなさいお留守中に電話がありましたよそう、誰から外務省の方そこにメッセージあるでしょあ、どうも 隣は誰も使っていませんね。いや、課長が松田さんとお話し中です。松田さん、どの松田さんですか東大の松田さんですよ。出張でこちらにいらっしゃってるんです。カナダ大使館に電話なさいましたかええ、しましたよ。大使、お出になりましたか ?10 分ぐらいお話ししました。 橋本さんビルもっといかがですかいや私はあまり強くないので本当ですかええー、うちは父親も母親も弱いんですよそうでしたか綺麗なハンドバッグですねどうも実はこれ祖母が使ってたんですよおばあさんがええー、ずいぶん古いんですよ40年ぐらい前のかもしれません そうですか。もしもし、山下でございます。あ、もしもし、山下先生、宮地ですが。あの、すいません。父はただいま留守でございますが。あ、山下先生じゃないんですか。声が同じだったから山下先生だと思って失礼しました。 このコンピューター、故障ですか何も出ませんよ。あ、それですか。先週から故障してますよ。そうでしたか。困りましたね。大切なお仕事なんですかええ、ちょっと。中村さんは今夜いらっしゃいますかすみません。ちょっと用事があるんです。そうですか。じゃあ、みんなダメですね。 どなたもいらっしゃらないんですかまあ、久保田さんだけは来るかもしれません。あの人は暇だから。高野さんいらっしゃいますかもしもし、お電話変わりました。高野でございます。あ、高野さんですか。山中病院の山中ですが。あ、院長先生、お変わりありませんかおかげさまで。 実はですね、ちょっと大切な話があって、お電話したんですが。なんでしょうか。グレイさんいらっしゃいますか。ただいま外出しておりますが。さようでございますか。失礼ですが、どちら様でいらっしゃいますか。あ、失礼しました。マツダ研究所のマツダでございますが。あ、マツダ先生でいらっしゃいますか。 グレーは二時頃には戻っておりますがそうですかそれでは三時過ぎにこちらからかけ直しますから恐れ入ります伊藤先生はずいぶん忙しい方なんですねお宅はいつも留守番電話ですよそうでしょう。僕は今夜お目にかかったんですけどねええ 来月伊藤先生は大学の学長におなりになるんですよそうなんですかじゃあ今は大変な時なんですねカタさんアメリカ領事館の領事ご存知ですかええ知ってますよ近いうちにご紹介しますよどうもありがとうございますよくご存知でいらっしゃるんですかええ 実は大学が同じだったので今も暇な時にはよく一緒に酒を飲むんですよああそうなんですかもしもし日本大学でございますもしもし吉田教授いらっしゃいますか少々お待ちくださいもしもし申し訳ございませんただいま会議中でございますが そうですか、それでは後ほどかけ直しますのではい失礼いたします失礼いたしますもしもしあ、もしもし、フランス語研究所の山中ですがそちらにうちの杉浦は伺っておりませんでしょうかそちらの方はどなたもいらっしゃいませんがそうですかあ、図書室にいらっしゃるかもしれません 少々お待ちくださいませ森本さんの電話番号ご存知でしょうか私は知りませんけど社長がご存知かもしれませんよ社長は外出中でしょう。いや戻っていらっしゃるかもしれませんよ秘書に内線で聞いてください 新しいコンピューターはどれですかこれですよ。ずいぶん小さなコンピューターですね。ええ、でもとても使いやすいですよ。そうですか。じゃあ、近いうちに教えてくださいよ。いいですよ。ご都合はいつがいいですか明日はいかがですか結構です。じゃあ、一度お電話してまた来ますので。よろしく。わかりました。じゃあ、また明日。 もし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 、林さんのお宅でいらっしゃいますかいえ、違いますあ、どうも失礼しました森本さんに電話したうんいたいや、留守だったすいません、ちょっと伺いますこの番号よくわからないんですが四六二五です書き直しましょうか いや、結構ですお宅は駅が近くていいですねええー、あの辺は本当に便利なところだと思いますよあの男の子は野口くんそうですよじゃああの隣は親御さんだねあそうかもしれませんけどちょっと遠くてわかりにくいですね この辞書どうですかなかなかいいですよ。小さな辞書ですけど、見やすいのでいつも使ってますよ。どこでお買いになりましたか大抵の大きな本屋さんにはありますよ。あの駅の前にもあるかもしれませんよ。もしもし、もしもし。変だな。この電話変ですよ。何も聞こえませんよ。そうですか一度切ってもう一度かけ直してください。 どうですかダメです。全然何も聞こえません。高野さんの電話番号、これでしょう？ええ、そうですが。通じないんですよ。通じないええ。おかしいですね。ただいま。おかえりなさい。お留守中に電話がありましたよ。そう。誰から外務省の方。 そこにメッセージあるでしょあどうも隣は誰も使っていませんねいや課長が松田さんとお話し中です松田さんどの松田さんですか東大の松田さんですよ出張でこちらにいらっしゃってるんですカナダ大使館に電話なさいましたかええしましたよ大使お出になりましたか 10分ぐらいお話ししました。橋本さん、ビルもっといかがですかいや、私はあまり強くないので。本当ですかええー、うちは父親も母親も弱いんですよ。そうでしたか。綺麗なハンドバッグですね。どうも、実はこれ祖母が使ってたんですよ。 おばあさんがええ、ずいぶん古いんですよ。40年ぐらい前のかもしれません。そうですか。もしもし、山下でございます。あ、もしもし、山下先生宮地ですが。あの、すいません。父はただいま留守でございますが。あ、山下先生じゃないんですか。声が同じだったから山下先生だと思って、失礼しました。 このコンピューター、故障ですか何も出ませんよ。あ、それですか。先週から故障してますよ。そうでしたか。困りましたね。大切なお仕事なんですかええ、ちょっと。中村さんは今夜いらっしゃいますかすみません。ちょっと用事があるんです。そうですか。じゃあ、みんなダメですね。 どなたもいらっしゃらないんですかまあ、久保田さんだけは来るかもしれません。あの人は暇だから。高野さんいらっしゃいますかもしもし、お電話変わりました。高野でございます。あ、高野さんですか。山中病院の山中ですが。あ、院長先生、お変わりありませんかおかげさまで。 実はですね、ちょっと大切な話があってお電話したんですがなんでしょうかグレイさんいらっしゃいますかただいま外出しておりますがさようでございますか失礼ですがどちら様でいらっしゃいますかあ失礼しました松田研究所の松田でございますがあ松田先生でいらっしゃいますかグレイは二時頃には戻っておりますが そうですかそれでは3時過ぎにこちらからかけ直しますから恐れ入ります伊藤先生は随分忙しい方なんですねお宅はいつも留守番電話ですよそうでしょう僕は今夜お目にかかったんですけどねええ来月伊藤先生は大学の学長におなりになるんですよそうなんですか じゃあ今は大変な時なんですね加藤さんアメリカ領事館の領事ご存知ですかええ知ってますよ近いうちにご紹介しますよどうもありがとうございますよくご存知でいらっしゃるんですかええ実は大学が同じだったので今も暇な時にはよく一緒に酒を飲むんですよああそうなんですか もしもし日本大学でございますもしもし吉田教授いらっしゃいますか少々お待ちくださいもしもし申し訳ございませんただいま会議中でございますがそうですかそれでは後ほどかけ直しますのではい失礼いたします失礼いたしますもしもしあもしもしフランス語研究所の山中ですが そちらにうちの杉浦は伺っておりませんでしょうかそちらの方はどなたもいらっしゃいませんがそうですかあ、図書室にいらっしゃるかもしれません少々お待ちくださいませ森本さんの電話番号ご存知でしょうか私は知りませんけど社長がご存知かもしれませんよ社長は外出中でしょう。いや戻っていらっしゃるかもしれませんよ 秘書に内線で聞いてください新しいコンピューターはどれですかこれですよ随分小さなコンピューターですねええー、でもとても使いやすいですよそうですか、じゃあ近いうちに教えてくださいよいいですよ、ご都合はいつがいいですか明日はいかがですか結構です、じゃあ一度お電話してまた来ますのでよろしく This is the end of eavesdropping for JSL Book Two, Lesson Thirteen.